DS BDS Hey guys, メルさんって今日あるとね、今日からうずらを育てていきたいと思います。で、僕がね、なんで育てようって思ったかというと、保育園生の頃にね、なんか先生がこうひよこをね、卵から帰ったよって、生まれたよとか言って、で、それを聞いてすぐに僕もね、スーパーで買ってきた卵をこう孵化させようとしたら、まあ、親にね、孵化しないわよって怒られて、で結局、取り上げられましたけど、うずらをね、育てていきたいと思います。で、本当ならね、まあ、メスね、生まれるといいですよね、卵産んでくれるし。でもね、まあ、オスでもメスでも可愛がってあげるのがブリーダーだと思うんで、もうね、生まれてきたものを育てていきたいと思います。卵はね、無精卵と油精卵がありまして、有精卵かな、いつも食ってんのが無精卵です。まあ、女性でいう排卵ですね。排卵っていうのかな、生理だ、女性の生理の排卵ですよ、プシュってね。これが無精卵、僕らがいつも食ってるのが生理です。で、僕らがひよこに変えるのが有精卵、まあ、これはね、男とオスとメスがね、クッてやってできるのが有精卵で、その有精卵をね、今回はね、買いました。で、1個ね、100円です。業者さんがお2個つけとくよとか言って、なんか2個入ってるそうです。まあ、1個頼んだんですがね、でもこれ配送料合わせると1700円しました。ちょっと高いですね。でもいろいろやばいんでしょうけどね、こう保温関係が。で、ひよこは37度から38度ぐらいを保たないといけないんで、もちろん電気安価や温度計や湿度計や、あと湿度を上げるやつと、あったかシートをこう作ったやつをもうすでに作ってあります。普通のチラシに入ってる。うわ、これだこれだこれだ、やばい、時間との勝負なんでね。お、2個入れてくれてる。2個、すげえちっちゃい。すごくちっちゃいです。僕の指と比べてもめっちゃちっちゃい。では早速温めていきたいと思います。入れました。で、温度計があって、あったかシートがあって、電気あんまがあります、こちらに。で、湿度を上げるやつ置いてあります。で、もちろんエアコンも冬なんでね、あったかくしております。で、これをね、37度ぐらいに保つようにします。で、定期的に見ないといけませんね。はい、 PDS 株式会社からのおしりたんていコーナー。